今回は川崎へやってきました。ありがとうございます。まあ僕と糸くん実は川崎すごく思い出がある場所で、もう約10年前ですね、川崎のクラブチッタというところで、チームドラゴンでコンテストに初めて出たのが川崎でした。なのでそんな川崎に今回2人で戻ってきまして、なんと約10年ぶりにコンテストに参加しました。いやーもう今はどんな気持ちかというと眠たい。というわけで今日はこちら川崎ビッグでネタ回りしまーす。泳ぎのネタはわからんて。何番のシャツ海にした方がいいですか。これはしんどいわ。さあ90いくか。あおあさあどうだ。2点。あ惜しい。0.1足らん。くそ。もしもしそれ。血使えへん。つら。お金入れて。金入れて。終わりです。Here we go! おめでとうございます。終わり。34分後ですね。34分後じゃあご飯食べに行きましょう。行きましょう。すいません。全然全然。これはもう大丈夫。正直落ち着いてやれば。気持ちは高ぶってるけど落ち着いて、振りはちゃんと落ち着いて見せて、はい、気合と表情と楽しむ気持ち、強い気持ち、強い気持ち。お待たせ、チームドラゴンアナウンサーの강경입니다。저는チームドラゴン대자徳長입니다。今回は新プロコンダンスコンテストに挑戦するということで、トレーニング練習をいっぱいやりました。3日前から川崎に行ってます。
できてます。できてます。あ、準備できてますか？ます。準備できてます。今回は、ジャパンダンスライト、東京ダンスライト、挑戦。いっぱい、練習トレーニング、ダンス頑張りましたので、絶対に、優勝目指したいと思ってまーす。思います。挑戦が自信を収めた。これ以上元には戻れない耳の翼二つに分かれて別々の方を歩いてく。全然わかんな、難しくなってんのかな。でも全国平均よりかはかなり上回ってますよ。昔の方が確かに声高かったから頼む。絶対いける。どいね、すごい、うわ、すごいやったー、悔しい。これ超えますわ。じゃあお願いします。 91.5 を超えてください。こい。もうこれでいかんねやったら、もう何言ったってか分からない。 Oh, maybe that's a merry go round. Listen to the radio by myself. さあ、どうだ。これ無理やから。ああ、そうなんや。そうか。いや、これは無理でした。そう願ってもみんなだから、おっぱい、君の運命の人は僕じゃない。連れただけで痛いよ、嫌でも甘いよ、嫌い。おっぱい、それじゃ僕にとって君は無理。やめた。明日っすね。チームドラゴン、アナスを完成だ。やばい、最高や。ああ。どうしよう、あまりすぎてる。スンスンに入ってくるんだ。怖っ。似合ってますよ。ワン、ツー、スリー。チームドラゴン、アナスを、チームドラゴン、完成だ。そうです、はい、オッケー。まだやってるやん。すっきやな。難しいな。でもね、うなぎが消化されました。なるほど。お疲れ様でした。発表の時間です。はい、やってまいりました。さあ、入ってるんでしょうか。今回は1位から5位までと特別賞があると、はいはいはい、そこに入れてたら、まあ、ファイナルはいけへんけど、まあ、嬉しいなという感じですね。ドキドキしてまただ頑張ったしね。特別な賞、特別賞の方がもちろんです。もちろん特別賞の方が3つ。3チームの特別賞、計8チームが今日結果を残せるということ。本日行われました第24回特別賞1チーム目。
カモンカモン、強い気持ち、強い気持ち、マジか。特別賞あれでじゃないですね。じゃあ私たちないですね。あれで5枠入ってない、やばい。ひどい。あ、マイカ。うまいところもちゃんと取るでしょ。てか、あれや、てか多分来られると思う。1位から8位やと思うじゃん。続いてがあの特別賞の最後の3つ目です。特別賞3チーム目は、ボーイバーエンドエム。ケツから3つ目、ボーイバーエンドエム。さあ、あとは優勝あるとしたら僕たちは、僕はアナウンティング はい、ということで、大会終わりました。ありがとうございます。残念ながら結果は、入れなかったんですが、頑張れたし、何よりやりきれたのが本当にとっても良かったです。そうっすね、プラスちょっと、まあ、手応えを感じれた。あ、ね、言ってたね、お客さんのね、結構反応が良かった。受けたっす ね受けてよかった。今日は上手な人が多かったです。めちゃくちゃ多かった、はい、もうレベルがやっぱね超高かった、高かったのかなっていうところで、やっぱり賞入らなかったのは、まあ、納得、まあまあまあ、納得な結果かなっていう。もうなんかこんなコンテスト楽しかった初めてです。あ、ほんま。10年前とかはもう絶対に勝たなあかんみたいなプレッシャーの中で、言い方違うけど別の本気というか、楽しめたことがほんまになかったので、ミスれないというかね、こんな楽しいってなるんやと思って。良かったっすね。ほんまにね、でもまあこうやってこんな思いできたり、こうやって普段頑張れるようになったのもすごい、サトシがこれを誘ってくれたからなので、いやいやいや、それだけは本当にありがとうございましたという感じです。まあ負け惜しみみたいな感じになっちゃうけど、ただただ楽しかったね。楽しかったっす。めちゃめちゃ楽しんでできたのが、はい、なんか自分でも本当に初めての経験やったのと、計画して、うん、ああしてこうしてっていうのをやってきて、やり抜けたのが、そうですね、俺はの中で結構嬉しくて、なんか結果は正直ついてこへんかったし、はいはい、まあ、残念やけど、でいいの出せたなっていう、いいの出せましたよ。これはその結果は出えへんかったけど、俺の中でかなり成功で、めっちゃだから充実感やばい。充実してます僕。めちゃくちゃ胸いっぱい負けたけど、この後ね地方予選もあるんです、この大会は、はい、新年度から、全国で予選大会が開かれるので、それに向けてね、僕たちはもうほぼ全国ツアー通るまで出たるぞという、はいはい、頑張りたいと思いますので、はい、これちょっと続きます、はい、続きます、はい、まだ諦めない、頑張ります、頑張ります、ねえ、ほんまに。いやー、というわけでね、今日はもうちょっとゆっくり美味しいものいっぱい食べて、はい、サウナ入ってだらつきましょうか。はい、はい、というわけで見てくださり本当に皆さんありがとうございました。それでは僕たち 1,2,3 チームドラゴン、ごちそうさまでした。